隠れないと。まだまだ敵がいます。攻撃を。待てよ。あれ。さあ、ノエモンだ。集結。やめろ。撃つな。撃て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 。了解、攻撃。え、ポロボンで。了解、隊員。ただ隠れないと。やめろ。撃つな。射撃。撃て。撃て。撃て。この練習は終了です。では成績を確認しましょう。ここではチームメイトへの通信及び命令方法について説明します。作戦の成功に不可欠な状況への素早い対応とチームプレイの方法を覚えておけば後で役に立ちます。では、移動。戻ってこい。合流します。敵の車両です。北東です。了解。撃て撃て撃て。攻撃。すぐにあなたかチームメイトが手当てしないと手遅れになります。しかし周囲を制圧せずに助けに向かえば共倒れになるので注意してください。治療しました。手当てを頼む。了解、手当てに向かいます。任務では様々な無人機を扱います。 UAV ドローンが次のポジションで待っています。行きましょう。集結。合流します。ではクロスコンパネルで UAV を操作する方法を説明します。これを使えばこちらの位置を知られずに敵の位置が分かります。ドローンが敵兵を発見しました。敵の攻撃圏内を飛ぶドローンは撃墜されかねません。安全な高度を保ってください。ドローンがロックオンした敵の位置は赤いマーカーとして表示されます。ドローンがその敵の近くにいる限りマーカーは表示されますが、敵の距離が開くとマーカーも消えます。ドローンを使って念入りに索敵を行えば状況をより正確に把握できます。隊員、上出来です。これで戦闘訓練は終わりです。キーティング将軍が作戦計画を持って待っています。ブラックホークに戻り次第説明を受けてください。